はじめまして、スクエアエニックスのシノアリスプロデューサーの藤本と申します。皆さんはじめまして、ポケラボのシノアリスプロデューサーの前田です。やっと今日の日を迎えることができました。そうですね、重大発表がありましたが、はい、シノアリスグローバル版について当初ネクソンコリアからパブリッシングをし、2019年7月リリースと皆さんにお伝えしていましたが、はい、この度パブリッシングをネクソンコリアからポケラボに移管いたしました。はい、でグローバル版随分お待ちいただいたお客様もいらっしゃると思うんです。本当に申し訳ございませんでした。ございません。ただですね、日本でシノアリス開発を運営を行ってきたポケラボがパブリッシングを行うことで、日本と同じスクエアエニックスさんと協力して、よりクオリティが高い状態でリリースを目指していきたいと思っております。そうですね、この2社のタッグでお送りします。そして、はい、リリース日はですね、はい、なんと、今日の3月23日から100日後を、目指して今準備をしております。お、100日後ってところでいつですか？100日後は、はい、数えていくと、はい、7月の1日でございます。大丈夫なんですか？本当に今この段階でそんな先のこと約束して大丈夫ですか？大丈夫です。我々はもうなんせ日本でやってきた、まあ、ノウハウがあるので、そうですね、はい、今必死にポケラボでスクリーンで開発をやっております。はい、そして今日からカウントダウンがなんか始まってしまうという、はい、そうですね、はい、今日からですね、シノアリスの魅力を知ってもらうために、はい、毎日リリースまで100日カウントダウンと題しまして、毎日1回以上ゲームの情報とか、あとはキャンペーンですね、はい、さらにはグローバル版の特別機能などを皆さんにお届けしたいなと思っております、はい、公式 SNS で展開する。そうですね、はい、今話した内容はですね、公式 SNS でですね、4SNS で、はい、発信していきます。何ですか 4SNS って言いました？ツイッター、はい、インスタグラム、フェイスブック、ネイバーカフェになります。はいはい、でネイバーカフェは韓国語だけで、他は英語。そうですね、で、重要情報は実は6カ国語で対応すると。はい、重要、6カ国語って何でしたっけ？6カ国はですね、はい、英語、韓国語、タイ語、はい、ドイツ語、フランス語、スペイン語になります。はい、なので、楽しみにしてください。の皆さんもぜひフォローよろしくお願いいたします。お願いします。ここら辺出てるのかな？はい、そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、そしてなんです。そして、はい、重大発表。はい、これ一番重大ですね。すでにですね、ニーヤオートマタコラボ、この発表させていただいていると思うんですけれども、実はレプリカントコラボもですね、立て続けに行いたいと思います。連続。はい。ですね、ご存知かと思いますけれども、ニーヤシリーズの、ディレクターの横尾太郎さんという方がシノアリスの、クリエイティブディレクションと原作を担当しています。オートマタコラボのシナリオは横尾太郎さんの書き下ろしで、非常にこう評判の良かったです。はい、でまたレプリカントコラボももちろんですね、書き下ろしで横尾さん監修のもと、はい、これも非常にこう日本では好評だった、そうですね、コラボを実施したいと思います。はい、リリースからあんまり間を置けずに発表というか実施したいと思います。はいはい、ぜひ皆さん楽しみに、はい、はい、近いうちにコラボの日取りも発表したいと思いますので、それも楽しみにしていてください。はい、はい、これから、スクエアエニックスポケラボで協力して、はい、グローバル版を皆さんにお届けしたいなと思っているので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。